東京大学の菅舎と申します。よろしくお願いいたします。今回優しい科学技術セミナーということで、これ実は私2回目になりますが、よろしくお願いいたします。で、今回のタイトルはですね、物やエネルギーを理解していますかということで、ちょっと冗長なタイトルのような気もしますけども、皆さんにですね、分かっていただこうというところを考えまして、こういったことを疑問文でしかも書いてますが、させていただきます。それでは、講義の方を始めさせていただきます。で、まずお前誰なんだと言われてしまうと思うので、簡単ではありますが、私の略歴をちょっと載せております。で、私京都大学の工学部工業科学科というところを卒業しておりまして、その中でですね、研究といたしましては、実は科学工学分野と呼ばれているところです。で、やっていたのはですね、制御というものをやっていました。で、その後で、大学院からですね、シンガポール国立大学に移りまして、シンガポール国立大学でもやはり、プラントの制御というものをやっております。なので、ここで英語で書いてありますが、ノンリニアコントローラーデザインフロムプラントデータということで、プラントのデータを使って制御していくというようなものをやっております。で、その後、東京大学、日本に戻ってきましてですね、東京大学の生産技術研究所でずっと研究を始めまして、で、この、平成30年の4月、2018年の4月からですね、今の現職である東京大学大学院総合文化研究科国際環境学教育機構というところに勤めております。で、研究内容といたしましては、その制御だけではなくてですね、実際にそのプラントの設計とかをやっていくというところがあります。で、そういったものを私がやっているというところで、まず今日のお話というところに移りたいと思います。で、今言いましたように、プラントの設計とかを考えるところにはですね、物質とエネルギーというものが両方とも必要になってくるという形です。で、例えばここに書いてあります。これ鉄なのか、もしくは石炭なのかよくわからないですが、ここら辺はオイルですね、原油から実際に工場で変換して、で、私たちの欲しいもの、例えばエネルギーであれば電気で、そのまま熱っていうものを欲しい場合もあります。で、それ以外にもですね、ここに服とかが書かれてます。あとケミカルとかが書かれてますが、何かと言いますと化成品ですね。で、例えば服っていうのも最近いろんな服があるかと思いますが、こういったものっていうのは化学繊維っていうのが使われていますので、実は化学繊維っていうのはこういった、有機物と私たち呼んでますが、化石燃料からの由来であるということを覚えておいてください。で、今大事なのは、そういったものを作っていく、私たちが欲する形に原料を製品に変えていくというところに入ってくるのが必ず工場であるということです。で、工場、先ほど言いましたように、エネルギーそのものを使う場合もありえますが、基本的には工場を介して、より質の高いエネルギーのものであったり、ものに変えていくということをやりますね。で、そのためには、物質とエネルギーの変換というのが必ず入ってくるというところをご理解いただければと思います。で、そういったことを私たちの研究ではやってまして、先ほど言いましたように、うちの研究室ではですね、プロセスの設計というふうに言ってますが、要は工場の設計をしていくということになります。で、そのためにはですね、基礎的な実験をやりつつ、で、実証実験と書いてますが、実際のところ私たちは大学の人間ですので、ものを作るっていうような、その工場自体を完全に作るわけではないんですが、そのパイロットプラント、一つ前のレベルの大きさの実験装置を作っていく。これなんかは結構大きいもので、実際のところに私たちの技術が導入されているということです。で、こういったものを作っていこうと、この実用化に向けて実際に作っていこうと考えるとですね、そのためには物質エネルギーをちゃんと理解していかなければいけませんということが、考えれば当たり前の話なんですが、そういったことをやっている研究室になります。で、なので、今日の研究というのが物とエネルギーを理解していますかというところなんですね。では、一番初めにですね、これ物質を皆さん理解していますかというようなすごくアバウトな質問がここに書いていますが、例えばですね、これスポイトが書いてあります。で、中に入っているのが水だったとしましょう。で、水がこうスポイトから垂らします。そして垂らした時に、この下側にシャーレっていうのがありまして、器ですね。で、その中に水が張ってあるんですけども、このスポイトからこのシャーレまでの間っていうのは、水っていうのはどんな形していますかっていうのを皆さんご存知ですかっていうことです。で、非常にこれって簡単な質問だと思うんですけども、でも実は簡単と言いながら、皆さん多分一番に
イメージされるのは丸型とこのティアドロップ型、涙型っていうのを私たち呼んでますが、というものにどちらかですかっていうのをこの質問があることです。で、確かにですね、小さい頃絵を描いてくださいというとどっちを描くんだろうっていうのですごい悩むと思います。で、このすごくシンプルな質問ですけども、こう今多分この2つ、もちろんこれ以外の形をイメージされる方もいるかもしれません。星型とかそういった理由が出てくるんですけども、まあ、そういったものはないにしても多分この2つでどっちですかっていうののすごく質問っていうのがあるかと思います。では、今言いましたように、どっちが正しいのとか、それとももっと別の形をしているんですかっていうのを見ていきましょうということを考えます。こちら側にですね、その今まさに、ここに影が映っていますが、スポイト、この場合はピペットを使ってますが、基本的には同じものだと思ってください。で、そのピペットの先がここに出ています。で、この影が映っているわけですね。で、こちら側にシャーレがありまして、そこに水を張っています。で、これをですね、ハイスピードカメラって私たち言ってます。スーパースローモーション映像とかって言われている映像ですね。で、撮ってみて、実際にどんな形してるんですかっていうのを見てみましょうということです。で、液滴が今ここで落ちてこようとしています。この部分ですね。で、はい、見えますでしょうか。ここのところに液滴がありますね。で、実際、このスポイトの先の影の方を見た方が分かりやすいかもしれないです。影の形を見ると、非常に丸い形していますね。これ実はですね、表面張力っていう力によって、真球の形に空気中では当たれば水はなります。なので先ほど言ったティアドロップ型っていうのは実はならないんですね。ただそれはなぜかっていうのを考えようとするとですね、実はティアドロップ型もですね、先ほどこのエキスポイトの先っぽのところでは実は成り立っています。っていうのはスポイトの力によって、スポイトの先っぽの先端の表面張力によって引っ張られていく。ただし、それが十分離れてしまうと、今みたいな丸い形になるということを理解してください。ではですね、それをただ撮ったのはですね、これはそのハイスピードカメラの性能がいいんだっていうの話になってしまうんですが、では私たちはそういったシンプルなものをですね、どういうふうに大学の研究に生かしていこうかということを考えます。で、その時に考えるのが、こちら側ですね、これ液滴が落ちてきて、今、これポコンと出ています。これまさにミルククラウンと呼ばれる現象そのものを使っているわけですが、液滴が真球である形を理解して、それをこう落とすと、この中ではですね、すべて実は粒子で作られているんですが、粒子が液滴のように振る舞うということが分かるというような形で動くということですね。こんな非常に簡単なものでもですね、物質って非常に複雑で、私たちっていうのはそういったものをちゃんと理解していないっていうのが実はあります。で、じゃあ次にですね、もうちょっと簡単な話というようにいたしまして、沸騰現象というところを見ていきましょう。これ、実はですね、この沸騰の蒸発速度っていうのと、ヒーターの温度っていうのをですね、円に描くと、こういったようなグラフが書けます。このグラフではですね、沸騰温度の違い、ヒーターの温度の違いによって沸騰の速度がこういうふうに変わるんですよって表しているんですね。で、領域的にはこういう3つの領域に分けられますよっていうこと。ただ、これ見ても私たち何も面白くないので、実際の現象を見ていきましょう。まずですね、これ核沸騰領域ということで、ヒーター温度120度です。水が蒸発する温度っていうのは100度。これが沸点ですので、100度以上ないと必ず沸騰は起こりません。で、先ほどのこのピペットの先から水がこう飛び出している状態ですね。で、これがヒーター面です。120度のホットプレート。のところに液が飛び出しているような映像。で、これをですね、動画で出しますと、こう、ビヤーンと広がっていくと。なんとなく、イメージできるようなと思うんですが、これどういう状態ですかというとですね、多分皆さん、お家でホットプレートとかでお好み焼きをしてみた。で、その時にですね、ソースを垂らしてしまったと。ホットプレートに。そうすると、こういうふうにビヤッと広がっていくような映像が作られるかと思います。で、じゃあ次にですね、この繊維沸騰領域になるとどういったものが変わるかという。この時はですね、ヒーターの温度だけ変えました。全く同じヒーターです。で、温度は190度に変えたという時です。で、ここはピペットから水が出てきます。出ましたね。そうすると爆発していくっていうのが分かるかと思います。これまさに危険な状態ですね。水がパンパンパンと跳ねていってしまうという状態です。これが実は繊維沸騰領域と呼ばれています。じゃあさらに沸騰温度ヒーターの温度を上げたらどうなるかというところです。
次のところが膜沸騰領域。これもうすでになんかきれいにこう液体出てますが、実は水をここにもうすでに垂らしています。そうするとですね、ヒーター温度270度なんでもっと爆発するかと思いきや、実は水っていうのは長い時間こういう形でいるということが分かっています。これを私たちはその膜沸騰っていうんですが、膜沸騰領域っていうのを別の名前で、この、まあ、発見した人の名前で言うとライデンフロスト現象と呼ばれています。先ほど言いましたように水の液滴が空気中では丸い言い方としてるんですね。でこれがヒーター面に来ると、ヒーターが十分熱い場合はですね、全体から蒸発が起こるわけです。そのためこの蒸発によって自分自身がですね、液滴を蒸気層によって覆われてしまうということが起こります。でこの覆われてしまっている状態で液滴が存在する。だからこういうちょっとなんかの可愛い形になっているわけですね。で、実際だからこれは浮いています。でこの浮いている現象どんなのかイメージされますかというとですね、皆さんちょっとゲームセンターとかでですね、エアホッケーというのをご存知かもしれません。あれはパックを下から空気を入れることによって浮かしている状態ですね。でそれに対してこれは自分自身の蒸気によってちょっと浮いていると。でこの蒸気層が結果的にこの熱蒸発はしているんですが、熱がこの液滴の本体に伝わりにくくて長い時間ああいう形でいるということが分かっています。でまたですね、液滴はさっきまでは丸いんですけど、このヒーターというところで力がかかってしまいますので、その結果として重力の影響によって少し垂れたお椀型みたいな形になるということです。で、まあこれをですね、もう少し私たちとしてはちっちゃい液滴を見ていきましょうということで、拡大してみようというので、これはまあただの顕微鏡、実体顕微鏡ですね。でこちら側にハイスピードカメラをつけて、この先ほどのあるヒーターを使ってですね、そのグラフを見ていこうということです。でまずじゃあ沸騰現象について、先ほど来のやつの大きさを見ていきましょう。じゃあなぜ繊維沸騰だったら爆発したんですかっていうのを確認してみようということで、こういうことをやっています。同じくハイスピードカメラを使って、液滴は 2mm 程度のものです。でそうするとですね、これを動かすとすぐに分かるかと思います。ここの液がヒーター面に接触します。でそうするとですね、すごい泡が立つんですね。中が真っ白になっていくのが見えるかと思います。これはまさにですね、中で泡ができて、その泡によって泡が膨張していって大きくなっていく。でその力によって自分自身が爆発していくっていうことが起こっているんです。これが繊維沸騰です。じゃあそれに対して膜沸騰というのは、まあ、そうならないというのはもう皆さん分かっていただけると思いますが、同じように液滴 3mm 程度のものを使いますが、ヒーター温度先ほどよりちょっと上がっています。310度ぐらいでやるとゆっくりポヨン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 飛んでますね。でこのポヨンポヨンしている理由というのはですね、先ほど言いました、ピペットの先の表面張力によってどんだけ静かに置いてもですね、拡大するとどうしてもこう跳ねているように見えると。なんとなくゲームのですね、スライムがこう跳ねてるイメージを覚えるかと思いますが、まあ、こういったことが起こるんだっていうことを理解していただければと思います。で、まあ、先ほど言いましたように、じゃあ私たちがやったのはそういった、まあ、今知られていることではなくてですね、さらにもっとちっちゃな液滴っていうのを持っていきましょうと。でここが300マイクロ、0.3mm です。でこれはですね、大体液滴は実は使っているのが数百マイクロメートル以下の液滴を使っていますが、スプレーの霧吹きですね。でスプレーした時の液滴の大きさを見てみましょうと。でこちら側は実は速度をもっと遅くしています。スローモーションで遅くなっているというイメージですね。でそれをやりますと、液滴がもう実は自分自身でこのヒーター面 の先ほどのライデンフロスト現象に跳ね返るということが見えるかと思います。もう少し同じような映像なんですが、ここら辺の液滴にちょっと注目してください。これですかね。あ、これかな。一回止まってたやつが跳ね上がり返るっていうことが分かるんです。まあ、こういった方にですね、まあ、この液滴のランダムな動きっていうのを使うことによって、半導体への制膜っていうのができますよということを私たちが実は明確にしたということがあります。まあ、名前が出てますが、まあ、そこら辺はあまり大事ではなくてですね、まあ、こういった現象っていうのを理解するっていうことで、新しいプロセス技術、もしくは産業が作られていくんだっていうことです。で、じゃあ今ここまでの話として、前半である物質について、物についてっていうのをまとめると、まあ実は身近なものもその特徴をよく理解しないと、新しいものっていうのはできないんですよってことです。で、
物質は実はエネルギーの形態の一つなんですね。なぜかと言いますと、先ほどヒーターで温めるということで熱を加えるということをしました。それその時に多くのエネルギーは物質とともに動いているんだということがわかるかと思います。で、あとそれ以外ですね、まあ、どういった原料か、どういった製品を作るのか、何が必要なのか、そういったものを考えていくという意味では需要と供給というもっと広い部分のところも理解していかなければいけないということです。で、じゃあ次はですね、もう一個の大事な点であるエネルギーについて考えていきましょう。で、これが日本のエネルギー消費って呼ばれているグラフです。で、こちらがちょっと2007年と古いんですが、こういったものが出ています。で、こちらがですね、この領域で表されている方がエネルギーの消費量になってまして、こちら側が、日本の GDP というラインです。で、 GDP って何ですか？というと国内総生産と私たち呼ばれています。で、国内総生産ですから、どうやったらお金が稼げるかということを考えていると思ってもらえばいいかと思います。で、あとですね、この図で見ていただきたい大事なのは、第一次石油ショック、第二次石油ショックっていうのがあります。これ、私も実は第一次オイルショックの時は生まれていませんので、歴史の教科書でしか見たことがありません。で、まずちょっとこの図で第一次オイルショックを知らない人もたくさんいると思うので、まずそれを理解してもらおう。これですね、第一次オイルショックの時に起こったことといいますと、トイレットペーパーの買い占め騒ぎっていうのが実は起こったんです。歴史の教科書を開いてもらうと絶対にこれは小学校のところで出てきます。で、これはですね、スーパーの中で、これスーパーの店員さんですね、エプロンつけられてる方。で、こちらがガードマンの方で、で、こちら側のところに、まあ、トイレットペーパーだったりとかティッシュペーパーがあるという形です。で、これみんな人が殺到してきてトイレットペーパーを買いたいんですね。で、オイルショックが起こると、まあ、なぜかこのトイレットペーパー回収作業というのが起こったんです。それはなぜでしょうっていうのをまずちょっと質問させていただくと、誰かそういう人も考えられるかっていうところです。で、実はですね、まあ、皆さんご存知かと思いますが、紙というのは決してオイルからできているものではありません。紙っていうのは繊維ですので、これは基本的には木質系のものからできています。日本和紙を考えると構造とか三つまたになるかなと思います。で、このそれに対してですね、でも今回オイルショックが起こったんですね。で、オイルショックって何が起こったのって言いますと、実は第4次中東戦争というのが、ここか、次のやつに書いてありますが、第4次中東戦争というのがここで起こります。で、その結果、価格がポンと上がったわけですね。で、その結果ですね、まあ、オイルの価格が上がったことによって、オイルを買うことができないという話が出てきました。で、その結果、なぜか紙、トイレットペーパーの回収作業が起こってしまったと。で、それはですね、実際にはこれはいろいろ理由があるんですが、まあ、あるスーパーが売り出したくてですね、トイレットペーパーの紙がなくなるっていうことを書いたっていうキャッチーなコメントっていうのと、あともう一つはですね、まあ、日本政府がオイルショックが起こると紙の節約っていうのをしてくださいっていうのを言ってしまったと。で、それによって踊らされてですね、みんなが殺到してきたと。これは、まあ、ある意味教育的な問題なので、もう皆さんは決してオイルショックが起ころうが何が起ころうが、とりあえずトイレットペーパーを買い占めるってことはやめてくださいっていうのがあります。で、第二次オイルショックっていうのも実はここで起こってます。その理由っていうのは、イラン・イラク戦争っていうのが勃発しました。で、これ80年から、もしくは1979年ぐらいから発生したと言われていることです。で、この時もやはりですね、石油の価格がポンと跳ね上がったわけですね。で、それによってこう大きく変動があって、それでみんなが買い占め騒ぎ、オイルがなくなるということで値段が跳ね上がって、逆に言うとオイルを使っていたもの、一番に言っているのは、私たちはエネルギーを基本的にはオイルからみんな取っているので、そのオイルの価格が上がるということは、私たちのエネルギーにですね、直結していくということでやめていったということです。で、まあ、こちら側にですね、まあ、ちょっと2009年にズドンと落ちてはいるんですが、これはリーマンショックという、まあ、経済危機が起こったのでなってますが、基本的にですね、それを比べてもオイルの価格っていうのは当時よりも非常に大きく変わってるんですね。もちろん為替の問題とかもあるんですが、そういった意味でまずエネルギーっていうのを考える時がですね、今まず先ほど言いましたように、エネルギーを一番取ってるのはオイルから取ってるので、そのオイルの価格っていうのが非常に大事と。で、まだそれ以外にもですね、実際にはこの、
オイルっていうのは有機物なので、今燃焼させてエネルギーを取ろうとする、熱を取ろうとするとですね、この時にはですね、二酸化炭素っていうのを排出してしまって、これが、今温暖化現象、気候変動の現象を引き起こしているということからもですね、省エネルギー化っていうのが必要だよっていうことが分かっています。で、もう一度この図に戻っていきましょう。はい、オイルショック以降ですね、まあ、この、エネルギーの消費を見ていきますと、まあ、どう考えてもこの時に比べて大きく増えているというのが分かるかと思います。で、その原因となっているところがですね、産業部門がやはり大きく消費しているんですね。で、私一番初めに言いました、私が何を作っていますかというと、プラントを作っているので、この産業部門というのが一番効いてきます。で、これはですね、ただまあ単純に他のところと同じように増えているかというとそうではないんです。見ていただければ分かりますが、 GDP というのは物を作って売れば一番儲かるわけですね。なので本来であればこの GDP が増えるっていうことは、一番増えるのは産業部門のエネルギー消費が増えるはずなんですが、ここで比べるとそれほど増えていないというのが分かるかと思います。で、もちろんそれはですね、人口が増えたとかそういった理由もあるんですが、一番にはみんながですね、経済的に豊かになってエネルギーをいっぱい使い始めた。で、その結果としてやはりこの GDP と同じように運輸部門だったり民生部門というところは2倍程度上昇しているというのは分かるかと思います。で、まあ、この後ですね、これ2007年度を使ってますが、この2011年に東日本大震災があったので若干落ちたりはするんですが、まあ、エネルギーの消費ってこういった形で起こっているということです。で、それに対して先ほどこのオイルショックが起こってからですね、それまで順調に上がっていた産業部門のエネルギー消費っていうのがここで一気に維持されていると。で、産業部門はそれくらい省エネルギー化にすごく貢献してきた産業でもあるんだということをまず理解してください。で、とここまでそのエネルギーの話をしてきました。で、じゃあ、質問としてあるのは、そもそもエネルギーって消費するのでしょうかっていう非常に簡単な質問です。で、一つ前のスライドで私エネルギー消費って言ってるんですね。その通りです。私エネルギー消費を散々今説明しました。我が国の日本エネルギー消費はと。で、その時にオイルショックの話もさせていただきました。ただですね、もう一つ、高校生になると高校の物理ではエネルギー保存の法則っていう言葉を習います。これエネルギー保存してるんですね。保存してるのに消費するっていう言い方っていうのは非常に相反する言葉だと思いませんか。で、これはなぜなんだろうっていうところを考えましょうっていうのがこの質問の意図です。で、まあ、今日はですね、質問をそのままお答えしますと、エネルギーは保存するのか消費するのかと言いますと、エネルギーの量は保存しているんですっていうことがあります。じゃあそれをですね、どういうことかというのをちょっと次のスライドで説明させてください。じゃあなぜエネルギーは消費するのというのかと、エネルギーの量を保存してるんでしょっていう今の質問がありました。じゃあ私たちエネルギーとして人間が生きるための一つのエネルギー源って何でしょうっていうと、食べ物ですね。じゃあこれ、カツカレー、今日幸い実は私もカツカレーを食べました。で、食べます。で、カツはもう消えてしまってこの子のエネルギーになったわけですね。で、まあこの人は、この男の子は運動するわけですね。で、そう、まあ、運動っていうか、ただ単純に歩いてくるだけとかでも人間は生きている限り必ず運動してます。で、その結果何が起こるんでしょうか。じゃあ、急激な運動した時どういったことが起こりますかってイメージしてみてください。実際この子は汗をかいてますね。つまり、体温が上がって熱として発散するわけです。で、つまりエネルギーの量を保存しているという先ほどの話でいくと、食物の持っているエネルギーを私たちは食べることによって吸収して、その吸収したエネルギーを運動という形で使って熱に変えているということが起こるわけですね。で、その時になくなったのは食べ物なんです。決してエネルギーはなくなってません。なぜなら食物の持つエネルギーは熱に変わっただけだから。で、実際ちょっと先ほどの2つ前のスライドに戻ってみましょう。実際のこの産業でのエネルギーっていうのはどこから取ってますかって私初めに言いました。油から取ってますよってことを言いましたね。石油から。ここで見てください。エネルギー消費の単位っていうのは原油換算で億キロリットルと書いてあるわけです。つまり私たちはエネルギーを消費したとは言ってるんですが、実はその元々の原因、
化石燃料はどれくらい減りましたかっていう形で消費しているというふうに考えている。で実際でもエネルギーは消費しないということです。ではちょっと考えればですね、じゃあこれ食べ物を消費したんだけど、この熱を使って食べ物を育てればいいじゃないかって考えることもできるかと思います。で、残念ながら食べ物、たとえ植物であったとしてもですね、単純にその熱だけで育つと思いますかっていうことを考えるんですね。残念ながらできません。光合成というのが起こりますので、光っていうのが必要になってくるわけです。つまり今熱では食べ物を作ることができない。で、人間にとってどちらがそういう意味では有用かというと、残念ながら私は熱を吸収することはできませんので、食べ物の方が有用。つまりエネルギーの質っていうのが今あって、エネルギーの質は光変換している間に下がっているっていうことなんです。つまり量は保存しているけど質が減っているっていうことです。じゃあもう少しちょっとその質について考えてみましょう。エネルギーの質を最も理解しやすいのが熱ですということです。で、この2つのエネルギーを持った球体がもしあったとしましょうと。で、エネルギーの単位としては熱量というのを使いますから、100ジュールという単位があります。で、このお互い量は110で同じなんですが、こちら側の赤いボールに関しては温度が1000度、こちら側は温度が100度、どちらがエネルギーの質が高いでしょうかっていう質問です。それを考えたら分かるかと思うんですが、まあ見た目上ですね、まあ赤い方が高そうであるっていうのはあります。ただ実際のところどちらが高いかと言いますと、エネルギーの質は1000度の方が高いです。なぜですかと。それは1000度のものをこう100度にすると100度以上に温めることはできます。ただし100度のものを熱、1000度のものにいくら加えても上がることはありませんということですね。だからエネルギーの、特にですね、熱の場合はだから温度の高いものから低いものにしか熱は移動しないということです。で、そういう意味では熱の場合はですね、特に温度の高いもの、つまり質の高いものから低いものにしか移動しないというのが一番のこのエネルギーの質を理解するために必要と言えます。次にですね、まあそれをもう実際のお家のことで考えてみましょうっていうことを考えます。で、ここは熱の温度が高いものから低いものしか移動しないというところを考えると、熱で実は最も低いものはこの空間にある常温の以下、常温の熱です。で、それ以下だったらなぜかというと質は上がっていきます。なぜですかと。それ以下の熱を作るの実は難しいからです。で、ちょっと今それは置いておいて、この家の例で考えましょう。ケトルの中に、夜間の中に、ね、水が入っています。で、水の蒸発するのは100度、ちょうど蒸発してますね、蒸気出てます。で、都市ガスの燃焼温度は1100度で、エネルギーの保存から考えると、まあ、実際にはこちらまで放熱があるんですが、熱は全部移動しています。で、なんですけど見方を変えると、先ほどの話で1100度の熱が100度になったわけですから、熱の質っていうのは実は低下してるんですね。で、つまり熱のエネルギーの質を高めるには、より高いエネルギーを与えてあげるしかない。それがまさにこの熱の温度が高いものから低いものにしか移動しないっていうところにあるかと思います。じゃあもう少し別の例を考えましょう。これ、注射器ですね、シリンジポンプ。で、そこに力を加えます。ただしここのところにですね、ゴム栓をしてあげて止めておきます。で、残念ながら今日はちょっとその注射器持ってきてないんですが、この力を加えてあげて、空気中、ここの中の空気を、これ緑色になってますが、空気が入っているとすると、この空気が温度が圧縮する、つまり押し込むと温度が上がります。そして膨張すると温度が下がる。これヒートポンプの原理って言われているものでして、そのまあ断熱圧縮、断熱膨張というような原理から考えると、実はその温度の変化っていうのが取れるということですね。その時やはり力を加えてあげる、つまりエネルギーの質の高いものを加えてあげることによって、温度が変化することでよりエネルギーの質がアップすると。で、特に膨張した時、先ほど言いましたね、常温が一番低い、常温より低い熱を作ろうとすると、エネルギーやはり力を加えてあげなきゃいけませんので、エネルギーの質がアップするっていうことになるっていうことですね。で、他にもできます。では今までやってきたものっていうのは、どちらかというと普通のプリミティブな話なんですが、これからお話しするのはもうちょっと高い技術です。これっていうのは磁性体と言われるものです。磁性体っていうのは、まあ、磁石にひっつくような鉄とかそういったものですね。で、その中に、まあ
固体なのなんですが、中で見ると、まあ、こんな形に本当になっているかわからないですが、電子のスピンというのがありまして、あと格子というのがあります。これを磁石で作る、まあ磁場を使いまして、その磁場に対してこう磁力線の向きに合わせて動かすと。そうするとですね、この電子のスピンが全部同じ方向に向きます。で、その変化が格子に振動を与える。今ちょっと揺れるかな。あんまり見えませんが、磁場が動くということが分かっています。あ、見えましたね。で、その結果温度が上昇するって言われています。で、これをですね、実際に大学では研究としてやっていました。ここに入っている、これが、まあ、この中にですね、チューブの中に入っているんですが、磁性体、ガドリニウムというものが入っています。で、これが大きい U 磁石ですね。で、その U 磁石の中に出したり入れたりすることによって温度が上昇するっていうことが分かっています。はい。で、まあ、今はですね、ここまで熱の話だけをしてきましたが、エネルギーの質っていうのは物質についてもエネルギーの形態の一つですよということを先ほど言いましたので、他の方法でもありえます。例えばこういうポリバケツの中にですね、まあ、3色の白色、黄色、ピンク色のボールが入っている形です。先ほどのエネルギーの玉と同じだと思ってください。なんで全部で合わせると15個あります。でもこの15個ある中でこういうふうに分けるとですね、エネルギーの質っていうのはどうでしょうかっていうことを考えましょうと。で、実際はですね、ここで話をすると難しいんですけど、ここの、答えから言いますと、エネルギーの質は実は C が高いです。なぜか A というものから C の状態にしようと思うと、私が一個一個ボールを選んであげて取り出してあげなければいけません。で、そうすると3つにきれいに分かれるわけですね。ということは、このエネルギーの質っていうのは、私が仕事を加えたということによってエネルギーの質が上がったっていうことが分かるかと思います。なので、これはエネルギーの質を高めるにはエネルギーを与える必要があるというところからすると、分離するにはエネルギーが必要っていうことの答えになるわけですね。で、次にですね、まあ、先ほどの熱とせっかく今混ぜた話を考えますと、水 100ml 20度、水 100ml 40度、足し合わせると、混ぜ合わせると、水 200ml になって30度になるっていうのを習うかと思います。つまり、エネルギーの量としては同じものなんですね。で、実際こういうふうに、まあ、線で書くと、まあ、高いものと低いものを合わせて、この中間になるわけですが、じゃあエネルギーの質はどうですかっていうふうに考えるとですね、残念ながらエネルギーの質は、こちらの方がエネルギーの質低いです。なぜならば、こちら側をどうやって分離しても 100ml に分けても30度の水しか作れないからですね。なので、こちら側の方が実はエネルギーの質は高いということです。で、今のここまでのエネルギーについてのちょっとまとめをしますと、できる限りエネルギーを循環再利用することが必要である。エネルギーの量のみならずですね、エネルギーの質っていうのをこれから考えていきましょうということですね。で、エネルギーの質を向上するにはエネルギーが別途必要であるということが大事な点です。で、そのためエネルギーの質をですね、中でできるだけ維持しておくと、よりよく使えるんだということにもなるわけですね。で、それが、まあ、将来の省エネルギー化およびエネルギー高効率利用化につながっていくということです。で、先ほどの図にもう一回戻りましょう。この図で考えるときに、やはりですね、産業部門がたとえオイルショック以降そんなにエネルギー消費が増えていないとは言ってもですね、今でも日本で一番エネルギー消費しているのは産業部門です。ほぼ 50% 近く消費しています。なので、この部分をさらなる省エネルギー化っていうのを考えなきゃいけないっていうことになります。で、今日もそのエネルギーの質っていうのを見ていくと考えます。一番初めに、エネルギーをどうやって取り出しますかと言いますと、一番初めにはですね、まあ、燃料、特にオイルでしたね、を使ってこれを燃焼します。そして燃焼熱を1000度ぐらいの熱をですね、まあ、なんか流体の中に与えてあげて200度を作っていくってことを考えるわけですね。で、その時のですね、まあ、エネルギーの質をグラフにちょっとしてみました。この燃料の持つ化学エネルギーっていうのが量としては100ある。で、質は 95% ぐらいだと考えましょう。で、それをですね、まあ、エネルギーの質をちゃんとした計算式に入れて、燃焼のエネルギーというのを考えましょう。とすると、熱エネルギーは、量はもちろん100のままです。ただし、ここでエネルギーの質は55
まで落ちてしまうということが分かっています。つまりここで質の低下が 40% この熱の中で起こるということです。もう一つはですね、1000度の熱をせっかく作ったのに結局与えている熱だけ見ると200度の熱でしか作っていない。でこれは結果的にまたここでエネルギーの質の低下を生み出しているということですね。でなぜこれが起こるのかといいますと、実はこの燃焼速度っていうのが速すぎるからっていうのと、この温度差が非常に大きいから、なぜなら1000度から200度にたった200度まで下げてしまうっていうところですね。でこういったものを考えて省エネルギー化を考えましょうっていうのが従来の加熱方法と、まあ、熱回収技術っていうのが提案されています。でこちら側は先ほどのケトルの例と全く同じです。燃料を燃焼させてあげて、その燃焼でヒーターで熱を与えてあげて、ケトルの中のお湯を作り出すということをやります。で産業的にはそのお湯を、まあ、飲んだりすることはありませんので、そのまま使う形になって、どっかでまたそれを捨ててあげないとエネルギーは保存しているからなくならないわけですね。でそれをですね、温度と熱量という形で考えます。でこの時に燃焼しているんだから、化学反応で燃焼した熱が同じ温度で出てくると仮定すると、こう加えられた熱がこう上がっていくということが分かるかと思います。でその後、まあ何らかのことが起こるんですが、どっかでまた温度を捨ててあげて、こちら側は冷却水なんかで捨ててあげなければいけないという形です。でこれが元々の昔からある、ね、加熱方法、お家でケトルでやっているのと同じですね。でこの時のエネルギー消費量というのはもちろん燃料を加えた量になるかと思います。でこれに対してですね、オイルショック以降我が国にやってきたことというのは、実はこういう熱回収技術、熱交換技術というのがあります。ここ、まあ、英語で書いてますが、熱交換器というのがありまして、ここで1回加熱すると、でその後再度加熱するという形です。何を実際やっているかというと、こっちから出てきた熱を交換して加えましょうということをやるんですね。それの温度熱量線図を書きますと、まずここからスタートして熱交換器で加熱します。で残念ながら熱は温度の高いものから低いものにしか移動しませんから、全く同じ温度にすることはできません。なのでその分ここのヒーターで追い焼きするということをします。でこの追い焼きのエネルギー消費量が必要なんですね。で今度こちら側に戻っていくところで熱交換をしまして、これも最終的にはクールに元の温度には戻りませんので、クーラーで冷やすということをやるわけですね。でそうするとエネルギー消費量はヒーターで加えた分の燃料消費で、それに対してこちら側が省エネルギー量、これが導入されたことによってオイルショック以降省エネルギー化が大きく進んできたということが分かっています。でもこれでもですね、やはりエネルギーの消費はしてるんですね。で先ほど言いましたように、ここではやはり化学エネルギーを燃焼してあげて熱を作り出して、その熱を加えなければいけない。でその化学エネルギーを変換する段階でもエネルギーの質が大幅な低下をしていますので、できれば避けた方がいいということになります。でその一つの方法として、ちょっと昔の技術になりますが、2009年ぐらいに私たちのグループで考えた技術です。先ほどあった断熱圧縮を使いましょうということですね。では、これ先ほど言ったヒートポンプの原理というわけです。ここで今もともと書いてある温度熱量線図は昔の熱交換器と同じです。でそれに対しまして、今度圧縮することによってですね、断熱圧縮で温度が上がります。でパタリと熱交換をしてあげると、でその後また膨張するときにもう一回ちょっと努力が回収できるんですが、そうすると全ての熱が循環再利用できるという技術になるかと思います。で省エネルギー量は全てのエネルギー量、ただしやはり圧縮と膨張の差のところでどうしてもロスのエネルギーがあるので、その分だけの省エネルギーの必要性はあります。ただこうすることによって熱が全て循環再利用できて、プロセス流体の熱を全て循環再利用できて、湿度低下が最小かつ省エネルギーのプロセスが作れますよねっていうことが分かっています。でそういったものをやる一つの例といたしまして、これは実際の実用化のプロセスを考えています。バイオマスという、まあ、一つの石炭とかバイオマスとかそういったものの乾燥を考えます。バイオマスっていうのは植物なんですね。で植物の中には基本的には水分がいっぱい入っています。でその水分をできるだけ乾燥してあげないと、いくら火をつけてもですね、火がつかない。有名なものでいくと山とかでですね、
鉛を持ってきて切ってきてそれをいきなり燃焼しようとしても実はできないというところです。バーベキューするのに大変なことになります。で、まあ、それをやるのにですね、まあ、今の言った、足拭きとかを導入することによって、まあ、ここまで省エネリックができるんだということが分かっていると思います。で、他にもですね、先ほど出ていた図になりますが、まあ、蒸留棟っていうものに同じような技術を適用することによってですね、まあ、6分の1から8分の1のエネルギー消費で運転ができるということが分かっていまして、まあ、これもですね、新聞報道された技術となっております。まあ、そういった形でですね、まだまだ実はいろんなことを理解すること、まず身近なものでも理解する必要があるっていうところですね。物だけじゃなくて、エネルギーももう一度理解し直しましょうということです。で、その時にですね、今日の 大事なところとしましては、エネルギーは消費しないんですね。だから燃料を、でも燃料は消費していると。で、そのところでもう一つ大事な点というのが、エネルギーというのが今まで量だけで考えてたんですが、質を考えるということです。で、質を考えた社会を再構築することができると、まあ、今日私が説明したのはあくまでも産業についてだけですが、社会全体で省エネルギー化というのはまだまだできるということです。で、それでこういった形、最後、社会の需要と供給を鑑みたエネルギー技術の開発、導入というところを考えていきましょうというところが、まあ、今日のお話になります。はい、ご清聴ありがとうございました。そして、まあ、ここに、研究室のホームページとですね、あと、あの前の時、10年ぐらい前になりますが、省エネルギーって何だろうという時にも講義しても、講義させていただいてますので、それと合わせて見ていただければより良くなるかなと思います。ありがとうございました。成田大樹と申します。私は環境経済学という分野をやっていまして、今回のプロジェクトではその、まあ、いろいろその技術開発がなされるものの、その環境経済的な分析をやるということで参加をしています。で、私の研究特にその、途上国に関係する環境経済の問題を定量化してその、研究をするということを主にやっています。で、一つその、まあ、最近そのやっている研究ですけれども、気候変動適応という問題でして、どういう問題かというと、その将来その気候変動で例えばその農業ですとか、その農業においてその負の、その影響が出てくると。で、負の影響が出てくるんですけれども、まあ、それに対応して何かその対策を行うと。で、対策を行う場合、例えばこの、その図を見てみていただけると分かると思うんですけれども、まあ、対策をすることによって少しはマシになると。この T1 というものと T2 というものを比較していただければ分かると思いますけど、そのプロジェクトをやる対策を行うことによってマシになると。まして将来その負の影響があるわけですけれども、それもその上がると。それがその気候変動適応の一つの考え方なんですけれども、実際そのきちんと定量化したその気候変動適応効果というのがどういうことなのかというのを、その厳密に考えてみると、その気候変動を下での、気候変動が起こったことによるそのインパクト自体がその適応対策によってマシになると。その、負の影響がマシになると、そこがその真の適応対策であると、いうふうに考えることが可能で、ここの部分をどうやって定量化するかというのを一つその研究としてやっています。で、最近行った研究で、これはそのアフリカの例なんですけれども、アフリカにそのムエアというそのエリアがありまして、首都がナイロビ、こちらにあるんですけども、ナイロビから100キロぐらい、あるその離れている場所でその農業が行われています。で、その中でその ODA プロジェクトとして灌漑開発事業というのが行われているんですけれども、その灌漑開発事業、その、
まあ、農業が行われていると、稲作が行われていると、で、考えを行うことによって、その気候変動その影響をも軽減するということで、その適応効果というのがその期待されるわけですけれども、まあ、その適応効果というのがどれぐらいになるのかと、まあ、そういうその、定量化の研究を行いました。で、実際そのこれがその無野の地域、まあ、私もその実際その訪問しましたけれども、あの、まあ、小さな灌漑ダムをまあ作ると、でそれがプロジェクトの主な内容で、まあ、あとはその灌漑 の用水路があるんですけれども、まあ、その用水路をまあ補修するというのがそのプロジェクトの内容です。で、まあ、これがその一種の投資になると、で、まあ、気候変動適応というそのベネフィットがあると、でそれをどういうふうに定量化するかと、まあ、そういうのがその研究の内容でした。で、まあ、実際のところあの、まあ、いろいろなモデルを使ってその定量化を行っていまして、まあ、これはその、まあ、将来的にはその実際のプロジェクト、その ODA のプロジェクトで使えるようなあの、まあ、方法にしたいということで、なるべくオープンなデータを使いつつそのシミュレーションを行っています。で、まあ、ですけれどもあの、まあ、実際その、経済インパクトまで分かれようとするとその、気候データから得る必要があると、で気候で、まあ、気候で、あとはその、水門ですね、とあとその、農業その収量モデル、まあ、それを全て使う必要があると、で、まあ、それをそのシミュレーションを行ってその、まあ、まあ経済量まで求めた。で、あとはその気候変動というのは将来のことなので、あの完全なそのインパクトというのは分からないと、で、まあ、そこの不確実性 その表現、そこでその反映というのが非常に重要ですけれども、まあ、それ不確実性をその十分反映するということで2万4000通り のシナリオを考えました。で、あとはその、まあ、不確実性を、まあ、どういうその、シナリオを考えるかということにあたって、まあ、現地の方々に直接聞くという機会を設けるというのが一つ非常に重要だと考えまして、まあ、そういうそのプロセスも設けてシミュレーションを行っています。で、まあ、これがその結果の一つなんですけれども、まあ、ここにありますと、まあ、ここまあ、いくつかその結果そのグラフがありますけれども、まあ、一番左のものがそのプロジェクトを行わないという場合 その、これがその、米の収量ですね。で、こちらがその、世帯収入ですけれども、所定世帯所得ですけれども、そのインパクト、それがそのこのゼロというのがその現状で、2030年と2050年の結果であると。で、この4つのケースというのがそれぞれそのプロジェクトを行う場合なんですけれども、そのプロジェクトを行いつつその他の対策、そのソフトな対策っていうのをその、まあ、導入した場合で、まあ、いくつかその違うケースを考えていますけれども、例えばその、農業を行わないかってその、まあ、稲その米の収量を最大化するのか、まあ、それともその多様、まあ、結構その、多様な作物をその育てて、まあ、インパクトをその、軽減するのか、まあ、収量その所得をその最大化するのか、まあ、そういうことで、まあ、いくつかケースを考えてその、シミュレーションしたんですけれども、まあ、大体言えることについてはその、まあ、プロジェクトを行えない場合、特にその2050年その、将来、その、まあ、遠い将来になればなるほどその、インパクト、その、ね、その気候変動のネガティブなインパクトというのが大きくなってくると。で、まあ、プロジェクトを行うことによって、まあ、それが軽減されるんですけれども、特にその最悪な場合というのの、その軽減の効果というのが大きいということが分かりました。まあ、そういうことで まあ、気候変動の研究、気候変動適応の研究、その定量化の研究というのを一つ行っています。 Hello, I'm very nice to meet you. My name is Isabelle Giraudoux. I'm very glad to present you some part of my research. I'm sorry, I would like to talk to you in Japanese, but I will present in English. So let's start.
My main research relates to the transformation of both environmental law, Kankyoho, and environmental legal education, Kankyoho Gaku Kyoiku, in the current era. And this era is sometimes called the Anthropocene. So it's a very strange word I will explain in a few minutes, but you have here at least the name in English, the Anthropocene. Many books have been published about the topic, including from the legal perspective, and actually this strange expression has been translated also into Japanese, Jin Shinsei. You have it here. And again, I'm going to explain a little bit about this word. But basically, my research is not only about environmental problems and how lawyers can address environmental issues technically based upon their own expertise. More fundamentally, maybe my research is concerned with how we imagine or reimagine, including through law and legal education, the relationships between the social world and the physical world. But again, let's start with this quite strange expression, the Anthropocene, which literally means the age of humans, and which has been translated into Japanese again as Jin Shinsei. In a nutshell, so very briefly, the Anthropocene is a term that is increasingly used to define a new planetary epoch, one in which humans, the Anthropos, have become the dominant force shaping the biogeophysical composition and processes of the Earth. It has been used from the 80s by the American ecologist Eugene Stormer, and it has been further disseminated by the Nobel Prize winning atmospheric chemist Paul Crutzen. So such a proposal to rename our time, our epoch, the age of humans, remains highly controversial, even among scientists, Earth scientists, and it has probably been even more disruptive, controversial outside the Earth sciences. However, quite obviously, the significance of the Anthropocene resides in its role as a new lens, a new way to view things, to understand things, through which former narratives, former understandings, and philosophical questions are being revisited and rewritten. Indeed, the Anthropocene is both a new narrative, a new story relating humans and nature, and a bold new scientific paradigm. As such, it has been progressively sparking a wide range of interdisciplinary conversations on the state of the global environment, and it is now engaged with across diverse academic fields, including precisely the legal field, environmental law in particular. So as you may know, environmental law, Kankyoho, comes into existence in response to specific environmental problems and also as the expression of political commitments to address these environmental issues. Environmental law is diverse precisely because environmental issues encompass countless troubles to do with our surrounding physical environment. We have air pollution, water pollution, land degradation, species extinction, deforestation, anthropogenic climate change, and so forth. All these environmental problems are, of course, real troubles, real in physical sense, but also in the sense that they confront political communities, our societies, with a series of questions that rarely have easy answers. One main difficulty is that environmental problems are often very hard to identify as problems at all. Of course, science has played a fundamental role in increasing our understanding of environmental issues, but data will always be limited and our understanding will never be perfect.
In addition, while most people value the environment, for most of them, the environment is important indeed, the reasons why people value the environment vary. Some value the environment for its own sake, while others value the environment because of its utility to humans. So we have more ecocentric approaches to the environment or more anthropocentric approaches. Another difficulty is that environmental problems don't have predefined labels on them. It can even be said that they have no initial legal status in our different legal cultures, different legal systems. And in fact, most of time, it is up to the legislator to create new legal definitions, new legal categories to address environmental issues. These legal categories are being applied and maintained, so that shows that environmental law is not just a fashion, it's an ensemble of many rules that have that last in time, but and this is actually the final difficulty, contemporary environmental issues don't fit easily into existing legal frameworks. Indeed, the complexity of current environmental problems gives rise to questions that push the legal imagination of lawyers and force these lawyers to reflect upon, to develop legal approaches, concepts, rules, and principles. In that sense, we can say that environmental law can be defined as a mixture of the legally conventional, traditional, and the legally innovative. So precisely my current research focuses on the emergence of novel legal practices and the kind of imagination required from legal practitioners, practicing lawyers, to deal with a world of new risks, more specifically in relation to climate change. In fact, for many scholars and commentators, climate change is evidence of the fact that we have entered the age of the Anthropocene I was just mentioning. Climate change, as you may know, is a global, collective issue that has been described by many scholars as a wicked problem, means a problem characterized by the absence of agreed-upon solutions, the tendency of solutions to yield additional problems and to generate both winners and losers, and the difficulties of even defining what the problem is. So in that sense, climate change is beyond the reach of mere technical knowledge and traditional forms of governance. So my current research explores the transformative potential of the Anthropocene, so this new narrative, new lenses, for both environmental legal practice, the way lawyers put law into practice, and environmental legal education, more specifically in Japan. So first, my research examines the many ways in which the Anthropocene, though experiment, provokes some creative reflection on the part of different types of lawyers, attorneys, in-house counsels, government lawyers, and how in so doing this new narrative contributes to the transformation of existing legal definitions, legal categories, through innovative interpretations or the development of novel approaches to the environment. So my particular focus is the emergence of the notion of climate risk, climate disaster risk, more specifically, in both contentious legal practice, so for example through climate change litigation, but also through non-contentious legal practice. So one main question in this regard, it will sound a bit abstract maybe, but is like this: in the face of climate disaster risks and the challenge that climate-induced extreme events represent for us,
would practicing lawyers seek to stretch the bounds of existing frameworks, existing legal frameworks, to help domesticate disaster, or would they have to innovate further to become more creative, thus contributing to the progressive recrafting of Japanese law normative project beyond the application and incremental development of existing rules and doctrines? So my current research also deals, and it might be a bit more interesting for you, my research also deals with the transformative potential of the Anthropocene as a narrative for legal education, for environmental legal education. And so I'm trying to examine how education in this field can engage with this new narrative of the Anthropocene, these new lenses. So this part of my research focuses on the Japanese higher education context, and actually it interweaves my own biographical experience, means a recent professional move from the Graduate School of Law to the Graduate School of Arts and Sciences, so here. And so it mixed this personal experience, professional experience, with an analysis of how international non-monodisciplinary teaching frameworks can contribute to the development of environmental legal studies. So most of my classes, for example, the courses Law and the Environment, the course Science, Technology and Society, the course Sustainability in Global Industrial Companies, and maybe more next semester or the following one, Contemporary Environmental Problems. So all these courses are designed for a mixed body of Japanese and international undergraduate students enrolled in different tracks. Some are enrolled in environmental sciences, and other students are enrolled in humanities and social sciences, but all of them are in the same classroom and taking at least some of my classes. So all these classes use specific teaching methods, mainly what we call real-world case studies, but also various judgment projects and also role-play simulations. So I will just take here an example very shortly, an example of such so-called judgment projects. Let me show you. So this book has been published a few years ago by a team of Australian scholars, legal scholars and practitioners. And they have developed one type of this judgment project, the so-called wide law judgment project. And this project consists for the contributors in selecting existing judgments, so judicial decisions that have been made already, and rewrite them, these decisions, from a different perspective, a different viewpoint. So in this case, it's what we call wide law, or if you prefer, a more ecocentric understanding of the environment, a more ecocentric approach to environmental issues. And so they try to rewrite those decisions from this new and quite challenging and critical perspective. And in some instances, they also try to construct hypothetical and even futuristic judgment. So in order to fit the demands of the Earth, it is indeed their approach, their new approach, the contributors of this project are invited to rewrite the judgment by either ignoring, discarding or reshaping existing laws based upon creative suggestions for statutory reform. And so in so doing, these contributors, these legal scholars and legal practitioners, they question the dominant anthropocentric principles that underpin the existing law, and they try to incorporate in their rewritten judgments
some of the key principles of emerging movements, such as the so-called wide law movement. So I won't enter into many details, it was just an example, but another remark regarding those classes, some of my classes build on these judgments, and these serve as a basis for a discussion and help students explore how creative or even visionary the practice of law can be. All these classes have started to build on on teaching collaborations, and in the near future, I would like very much to develop such teaching collaborations with colleagues having different backgrounds, in particular with my colleagues over there from the natural sciences department. So I'm very interested in developing such collaborations, teaching collaborations, in addition, of course, to research collaborations. So here, part of my research consists precisely in examining, scrutinizing the extent to which all these classes may help both break down familiar approaches of environmental problems and turn the classroom into what we call new community of inquiry. By this, I mean a kind of distinctive space, teaching and learning space, where students, but also teachers, can question established conceptual divides from various perspectives and explore further how social-natural relations are actually transforming. So the process might be a bit disturbing for students, for teachers as well. It might not be always very yasashi, because it implies actually for all of us to challenge a number of preconceptions and maybe a few certitudes as well, regarding the relationship between nature and society, between the natural world and the social world. At the end of the day, however, I really hope that this way of learning and teaching contributes to the overall discussion about what we understand as acceptable and unacceptable ways for a community to live. Thank you very much. I really hope that I succeeded in sharing at least a few things about my current research. If you have any question, I'm sure that there is a way to reach out, so do not hesitate. I will also, if possible, post further information, including a few references if you have an interest in those topics. Thank you very much again. See you soon, I hope. Bye-bye. Bye-bye. 皆さんこんにちは。東京大学教養学部増田研究室助教の清水孝之と申します。本日は私の研究室の研究内容及び実験風景の紹介をさせていただきます。私たちの研究室ではこのような研究を行っていますと、植物、藻類、光合成細菌を材料に生きるために必要な色素分子の研究をしています。その色素とはクロロフィルとヘムです。クロロフィルは植物の緑色の元となる色素で光合成に必要です。ヘムは血液中の酸素運搬を行うヘモグロビンの材料で呼吸に必要です。これらについて当研究室では3つの柱を立てて研究を行っているので1つずつ簡単に説明します。まずはクロロフィル合成系の制御についてです。皆さんは八百屋に並ぶ大根の根に光が当たっているのに緑色にならないっていうことを不思議に思ったことはないでしょうか。それがクロロフィルの合成が花、葉っぱ、根っこで組織ごとに厳密に制御されているからです。我々はこのようにこれは根っこなんですけども緑色になる根っこ、こういう根っこを持つ植物の変異体を用いてクロロフィルの合成制御の分子機構の解析を行っています。次にヘムの代謝についての研究について説明します。植物ではヘムは葉緑体形成を制御する重要なシグナル因子として機能します。
そこでヘムの細胞内での分布を調べるためのツールとして、このようにヘムに結合することで光を出すタンパク質を用いて細胞内のヘム量を測定する実験手法を開発しました。これを用いて葉緑体から核へのヘムのシグナル分子としての機能解析を行っています。3つ目は植物以外の藻類や光合成細菌を材料に研究を行っています。光合成細菌ではヘムのセンサータンパク質の解析を行っています。藻類については重金属、特に私たちは銅に対する、藻類の有用性、つまり銅を除去する藻類を、作るということを目標に研究を行っています。以上が当研究の研究内容になります。それでは引き続いて研究室の実験風景、実験材料の紹介に移りたいと思います。まず植物の培養風景についてご説明させていただきます。これが植物を育てているインキュベーターになります。当研究室では植物研究で用いられるシロイルナズナという植物を用いています。いわゆるペンペングサと言われるものですね。その培養風景がこちらになります。このような培養器で22度に保ち、蛍光灯で光を照射しながら生育しています。このような寒天の培地で生育させるケースや、このように土に直接植えて育てるケースがあります。次に実際にこの植物の育て方を説明します。先ほどのシロイルナズナの種がこちらになります。非常に細かいことが分かります。これを寒天培地に撒いていきます。すべての操作は無菌的に行うため、このようなクリーンベンチという機械の中で行います。紫外線で殺菌することで中を無菌的な空間にし、その後操作中は中から外に向かって空気を出すことで中に微生物が入ることを防ぎます。プレートに撒く種の周りにも微生物が付着しているので、このまま生育させるとカビてしまい、実験に支障が生じます。そこでまずはこの種を殺菌するところから始まります。種の殺菌には次亜塩素酸ナトリウム、いわゆるハイターですね、コロナウイルスの消毒にも用いられるものです。これを水で薄めたこちらの溶液を適当量加え、よく混ぜます。これによって種の表面の微生物を殺します。混ぜることによって種が浮いてきてしまうので、こちらの遠心器によって、遠心力によって種を下に落とします。このように種が下に落ちてきているのが分かると思います。そしてこの上澄みの溶液を捨て、今度はこの種を水で洗います。この次亜塩素酸ナトリウムが残っていると種の発芽率が著しく低下するからです。同様に種の中に水を適当量加え、よく混ぜて遠心によって種を落とします。そして上に残った水を捨てて、これで種の殺菌は完了です。次にこちらのプレートに種をまいていきます。種を吸い、プレートにつけます。このように種子が一粒だけプレート状に発種できているのがわかると思います。このように一粒ずつ種をプレートに巻き、多い時だと100個ぐらい巻くこともあります。このようにして準備できたプレートを先ほどの培養器で培養します。以上が植物の育て方の説明になります。
育てた植物は様々な実験に使えますが、今回は葉の緑色の元であるクロロフィル色素の抽出方法と測定方法の紹介をします。このようにプレートで培養した植物体をピンセットで取り、殻のチューブに入れます。そしてここに水で 80% に薄めたアセトンを加えます。クロロフィル色素はアセトン溶液に溶けるため、この状態で4度暗所でしばらく放っておくと、勝手にクロロフィル色素がアセトン溶液中に溶出してきます。これを1日置いておいたものがこちらになります。このように溶液が緑色になり、クロロフィル色素が溶出してきていることがわかると思います。この溶液が吸収する光を解析することでクロロフィル量を測定します。その原理について簡単に説明させていただきますと、このように虹を見るとわかると思いますが、上から橙、黄色、緑、青、藍色、紫に分かれていることが分かり、光というのはいろんな種類の色が混ざっているということがイメージできると思います。そして、いろんな物質というのはそれぞれ異なる光の色の光を吸収します。クロロフィル色素は、このように赤い部分の光と青っぽい部分の光を吸収し、緑色っぽい部分の光は吸収しません。そのため我々人間の目には緑色に見えるというわけです。そこで、この溶液中に、どれだけクロロフィルがあるかというのは、赤とか青とかの光をどれくらい吸収するかというのを調べることで、この溶液中にあるクロロフィル量を見積もることができるというわけです。つまりたくさんあればたくさん吸収するし、少ししかなければ少ししか吸収しないというわけです。これを測定するために、このような容器にクロロフィル溶出した色素溶液を入れます。これをこちらの機械で測定を行います。この機械は分光高度計といって、光の色ごとにどれぐらいこの溶出サンプルがその光の色を吸収するかというのを測定することができる機械になります。ここにサンプルをセットしてスタートすることで、このように各色ごとの光の吸収度合いを測定してくれます。このように赤色の光と青色の光を確かに吸収し、クロロフィルがあるということが分かりました。実際にはこの高さの値から正確なクロロフィル量を計算することができます。では最後に藻類の培養風景を説明します。こちらが藻類を培養しているインキュベーターになります。このように先ほどの植物を育てている培養器と同様、蛍光灯で光を照射しながら藻類の培養を行っています。藻類の培養ではこのようにプレート状で培養する場合と、こちらにあるように液体の培地中に空気をバブリングしながら酸素を供給して育てるパターンがあります。私たちの研究室では藻類に重金属、特に銅を吸収させることで水を浄化するための研究を行っています。こちらには銅の濃度を変えた液体培地で藻類を生育させています。少し分かりにくいかもしれませんが、こちらとこちらを比べると色に違いがあることが分かると思います。それはこちらの方が銅の濃度が高いため、その銅の影響でおそらく生育が阻害され生育が悪くなっているからだと考えられます。今後は酸素だけでなく二酸化炭素を供給することで光合成の活性を高める、あるいは光の強さや、先ほどのクロロフィルでもありましたが、光には色の種類がありますので、赤色とか青色とか、その単色の光を LED で照射することで光合成の活性を
変化させることで、最も銅が存在するときに生育がいい状態で生育できるような条件を検討していきたいと考えています。以上、簡単ではありますが当研究室の研究内容と実験風景の説明でした。興味がある方は我々の研究室のホームページをご覧いただければと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。アゼツ研究室の宮平と申します。現在もみ殻を利用した水素製造の研究をしてます。よろしくお願いします。Hello, and my name is Lufan Arismana from Agis Lab, and currently I'm working on metal hydrogen storage research. 研究室紹介をさせていただきます。まず研究室の概要なんですけれども、私たちの研究室では低炭素社会の実現を向けて、エネルギー分野でのさまざまな低効率の従来型の変換プロセスの高効率化、高度化に取り組んでいます。それによって高効率でクリーンなエネルギーシステムの構築を行って持続可能な社会の実現を目指して研究を行っています。で、具体的な研究領域なんですけれども、高効率な CO2 フリー水素の製造・貯蔵・利用をメインに研究を行っています。水素製造システムでは次世代変換技術であるケミカルループィング技術を採用しており、水素貯蔵システムでは液化水素、有機ハイライド、アンモニアの生成システムを検討して評価しています。具体的に3つの研究テーマを紹介させていただきます。1つ目がバイオマスからの水素製造の研究です。こちらではケミカルループィング技術を用いています。従来の水素製造方法では水素と二酸化炭素が同時に生成されてしまい、その分離段階に多くのエネルギーが消費されていました。しかしながらこのケミカルループィング技術を使うと二酸化炭素と水素が別々に生成されるため、高効率に水素を製造することができます。この技術はまだ実用段階ではなく研究段階であるため、私たちの研究室ではプロセスシミュレーターを用いて水素製造モデルを生成し、そしてエネルギー回収とエクセルギー回収を通じてエネルギー効率とエクセルギー効率の最大化に取り組んでいます。またこのケミカルループィングの一部分を実際に実験機で組み上げて基礎実験も行っています。2つ目のテーマが再生可能エネルギーの出力制御の研究です。風力発電と太陽熱発電の出力は時間によって、そして時期によってその出力は変動しています。この変動を抑えて一定の出力を出すためにはどのような制御をしたらいいのかという研究を行っています。具体的には水素とアンモニアを利用しようと考えています。余剰に余分に生成された電力は水素に変換して電力貯蔵を行い、そして水素を長時間貯蔵する場合はアンモニアに変換して水素を長時間保存しています。そして電力が足りない時には生成した水素を用いて電気を作り出し、その足りない部分を補っています。この電力からどれぐらいの水素を作るのか、そして水素からどれぐらいのアンモニアを作るのかというのをどのように制御したらこの出力電力を一定にできるのかというような研究を行っております。And this is my research, which is periodic mechanic, minimum surface hydrogen storage, which is basically it was a mathematically constructed surface that it's really good in the term of strength, and it's also really good in term of heat exchangers. So the idea is.Utilizing this structure into an existing idea of electrical car, and then make it so that the metal hydride, which is very good in volumetric density of hydrogen storage, will be usable in the form of a frame car. And as you can see here, we used this idea to utilize it as a form of frame in the car.And then we analyze it, and then we got the result of very promising number, which is quite a very good result in term of
performance, which is not the time per hydrogen absorbed. So in this case, it was first it was better than the other conventional shape of the hydrogen storage, like this one. This is like the conventional hydrogen storage. And then after that also, we can also use this as a frame. And then the next is the utilization of the existing electrical vehicles as a buffer zone for the community grid, which is when you see and hear we do have a lot of points where the electrical vehicles could be used as a regulation down into the grid itself. For example, if during the night time where the electrical grid is very low in demand, the electrical vehicles will be charged, and then it will store the energy of electricity itself. And then during the daylight, where everyone already go to work, and then their electrical vehicle is parked in the, for example, office or school, the electrical vehicles will be supplying the electrical itself into the grid back, and then reduce the strain of the grid needs. 最後に研究室情報になります。本研究室に興味を持っていただけた方は、ぜひホームページの方をご覧いただき、また、メールアドレスをメールを、送っていただいた上で、ぜひ研究室の方までお越しください。皆さんと一緒に研究できることを楽しみにしております。次に、隣でやっております使っております実験装置の紹介をいたします。本日は2つの装置の紹介をさせていただきます。1つが TGDTA という装置で、バイオマスなどに熱をかけたときに、その熱分解によって、そのバイオマス燃料バイオマス、そうですね、そのバイオマスの質量がどれぐらい減少するのか、熱を上げるとともにその質量変化っていうのを測る、機械になります。今回使っているバイオマスについてなんですけど、スピロインっていうこちらの藻類、微細藻類とあとそれに、ヘマタイトを混ぜることによって、ケミカルルーピングの一番最初の反応器である、還元炉をこの中で再現しようとしています。今これを1対1重量比で1対1で混ぜたのがこの中に。今度は2段階で上げていきます。1つが120度まで上げて、そのまま5分停止した後、その後1000度まで上げていきます。で、120度で一旦止める理由としては、その時に水分が蒸発するので、120度まで上げて水分だけ飛ばしてから熱分解に入ります。この TG が温度、質量の変化量であります。なので今後熱分解が起こると、この TG というのが下がってくると思います。今現在温度が900度近くなってきて、質量が大きく減少してきたのが見えます。こちらは、ガス化という現象で、バイオマスの中の、揮発成分などが、ガスとなって、外に出たことによって質量が減少しました。今残っているのは、固定炭、そして灰が残っていると思います。で、今後、鮮度を上げていくことによって、この質量減少は鈍化していくんですけども、固定炭が一部気体となって出ていて、いずれ灰だけが残ると考えています。XRD の説明をさせていただきます。光には反射や屈折といった現象のほかに、解説といった現象を起こす性質があります。今回は X 線を物質に照射し、
その解説する角度がどう変化するのかっていうのを調べることによって、その物質の結晶構造や組成がどのように変化したのかというのを調べる装置です。こちら側から X 線が照射されて、こちら側の角度が角度を変えていて、ピーク値を測る装置になっています。今ご覧いただいたのが水素製造に関する実験です。そしてこちらが水素貯蔵に関する先ほどご紹介した TPMS のモデルになります。このようにこの熱交換器の構造を最適化することによって、水素貯蔵の最適化というのもシミュレーションを用いて行っております。また水素製造に関してもプロセスシミュレーターなどを用いてシミュレーションでも取り組んでおります。このように私たちの研究室では低炭素社会に向けたエネルギー分野での基礎技術などを開発している研究室になります。私どもの研究室では持続可能なエネルギー社会構築のプロセス設計と題しまして研究室を運営しております。で、先ほど座学の方で私させていただきました感謝です。で、この研究内容といたしましては、先ほどの座学の時にもありましたが、工場産業というところの省エネルギー化、もしくは環境に優しい技術っていうのを取り入れております。で、そのためその工場をどういうふうに設計していくのかっていうのを最適プロセスの設計と、実験も含めてやります。で、それ以外に、データの解析で、あとシミュレーションによる設計なんかもします。で、実際今回 のターゲットになっているのが光触媒を用いた排水処理技術の提案といたしまして、私どものところではこのメインのところをさせていただいております。それ以外にもですね、プロセスのシステム化というところには実際にはオペレーションしていかなければいけないので、それの計測技術であったり制御技術の開発で、またちょっと一方変わった話ではあるんですが、環境発電技術という、昨今皆さんが興味持っている分野に関しましても研究開発を実施しております。ここら辺にある実験装置のところに関しましては、実験室の方でお見せしたいと思いますので、次にラボの方に移りたいと思います。ここが、感謝研究室の実験室のラボになります。で、今日はですね、全体的な今日 の座学に関係するものを見せていきたいと思います。で、先ほど一番初めにモノっていうところでライデンフロストのことがあったと思うんですけども、そのライデンフロストの実験装置っていうのをちょっと簡単にお見せします。で、その後ですね、液滴のところの話があったかと思いますが、その液滴を小さくしていって、実際にこう超音波で引火することによって、今白くもやがかっているかと思うんですが、これでミストが出来上がっているような実験です。で、あと、それ以外にですね、乾燥装置というところで、流動層というところを、簡単にお見せしたいと思います。で、それ以外にですね、全体としてあるのがですね、実験室の中には、例えばここにあるのが操作型電子顕微鏡というものです。で、その隣にあるのがダスクロム、ここにあるこれが、まず、X 線での解説をする EDX で、その横にガスクロマトグラフィなんかがあります。で、あとその反対側になりますが、FTIR 赤外線分光装置であったり、その横には、オーブンがあるわけですね。で、さらにそちら側の質量分析装置なんかもあります。で、あと、熱天秤装置と呼ばれるもの、温度をかけながら、重さを測れる装置ですね。あとそれ以外に、ガスが発生した時用の、換気装置であったり電子天秤なんかがある研究室になっております。まず一番初めにお見せするのが、先ほどの座学でありました、ライデンフロストの実験です。現在今296度ぐらいまで上がってます。で、そこにですね、このピペットっていうもので蒸留水を三角グラスから今取ってこちらに置きます。そうすると液滴がこう長い時間いるっていうのを、今日のお話であったように長いこと維持できるんですね。で、今蒸発は起こっています。
で実際先ほど解説したところで蒸気の層に覆われているのを証明しようと思いますと、私がここから息を吹きかけます。そうすると水が転がっていくっていうのが分かるかと思います。こんな感じですね。で今のように液滴は実は浮いているっていうことが分かるという状態です。でその隣にここにあるのがですね、実は先ほど環境発電技術っていうので研究室でやっているものの一つになります。でこの技術っていうのは、中にですね、こう中にここに入っているのがただの、土です。でその環境の土の中にですねいるバクテリアが、電気を直接作り出している。なのでここがピカピカ LED ランプが光っているっていうのが分かるかと思います。であと、こちら側が先ほどのところにお見せした磁石ですね。で、まあ、この磁石実は中1テスラぐらいというちょっとすごく強力な磁石になってまして、まあ、今ちょっと出してあるだけなんですが、そういった形で置いてあるという形になります。これただの砂が入っているバケツです。で、まずとりあえずこの砂の感触を確かめてみてください。いいんですか。はい、あ、砂です、はい、よくある砂場の砂だと思います。砂場の砂です、はい、でサラサラしてますね、はい、で実際今これホームセンターとかで売っている砂なので、砂場の砂よりも綺麗な砂だと思ってください。でここにですね下から空気を入れていきます。で今ボコボコしているところを触ってみてください、はい、ここでいいんですか。はい、うわすごい。全然感触が違うのが分かるかと思います、はいはいはい、軽く入りますよ、はい、これっていうのは流動化している状態になってまして、はい、地震の時にですね液状化現象っていうのも同じような原理で動いています、はいはいはい、なので非常に建物がすぐに崩れていくっていうのが分かるかと思います。反射研修士1年の加藤翔馬と申します。で今回私が行っている実験の説明ですが、現在この、ビーカーの上の方に見えているものが、ミストで、その下にある、このミストの、を作る装置を使うとミストができています。で、今回は、この上に、LED のライトを置くということをします。でこの、装置全体で何をしているかというと、これは、現在ある水処理のプロセスを、より効率的にするためにミストを発生させて、さらに、紫外光を当てるということをして、水に入っている汚染物の分解を促進させるということのが、実験の目的となっています。今加藤君からお話があった研究ですけども、この研究がまさに今回の、国際科学技術財団、さんのご支援をいただいている研究プロジェクトの一番のメインのところになります。で今加藤君のお話があった通り、排水処理を効率よくやるためにはですね、光をちゃんと与えてあげないと、光触媒でないと中に入っているものというのは分解しません。でそれを分解させるために効率よくしようということを考えて、ミスト化させるということを考えた結果です。